どうも皆さん、こんにちは、のしーです。さて今回は先日行われたマイクラ統合版バージョン 1.19.70 アップデートでフィルコマンドやセットブロックコマンドなど一部のコマンドが変更されたので、私が以前ご紹介したコマンドの修正方法について解説を交えてお伝えしたいと思います。以前にご紹介したコマンドブロックが動かなくなってしまったという方はね、参考にしていただければと思います。以前私の動画でこんな感じの石や、花崗岩、戦力弾などのブロックをガラスに置き換えて地下の様子を見るというね、そんなコマンドをご紹介させていただきましたけども、こちらはフィルコマンドを使ってやってるんですけども、このコマンド、今回のアップデートでこんな感じになりました。下がですね、アップデート前のコマンドですね。で、上側がアップデート後のコマンドとなります。で、違いはね、このグラスの後ですね。ここに、この大括弧、ブラケットと呼んでるんですけども、このブラケットがあるかないかですね。前は、アップデート前は0ですね。こういう違いがあります。で、これだけでね、治るんですけども、ここまでご覧になればね、あ、なんだ、それだけで治るのかと、お思いになられる方もいらっしゃるかもしれませんがですね、実は、このグラスの後につくことになったこのブラケット。これはですね、ブロックのデータ値というものがね、削除されたことで、このような形になってしまったわけなんですね。これがですね、実はフィルコマンドだけじゃなくて、フィルコマンド以外にも、セットブロックコマンドや、クローンコマンド、こういったところにもね、影響が出ちゃってるわけなんですよ。で、どんな風に影響が出ているかと。というところで、ちょっとだけね、説明させていただければと思うんですけども、このね、エクスキュートを使ったものは、ちょっとね、構文として長くて複雑なところだと思うので、ちょっとシンプルな感じのものをこちらに用意しました。で、こちらはアップデート前、こちらアップデート後という感じになってるんだけど、フィルを使ったものですね。見ていきますと、アップデート後ね、このブラケットが入るんだよって言ったんですけど、ステインドグラス、これ、色付きのガラスですね。これの色を設定してあげないといけなくなりました。どういうことかというと、これはね、石を青して、青じゃないですね、空色ですね。空色に置き換えるというコマンドなんだけど、こうやらないと、青の、空色か、空色のステインドグラスに、切り替わらないというかな、置き換わらないと。以前はね、ステンドグラス、ここ数字3っていうのを入れてあげれば、空色のステンドグラスがね、コマンドブロックとして普通に動いてたんですけど、今は、このように数字じゃなくて、ブラケット内にどんな色かっていうのを指定してあげないといけなくなりました。これがね、パソコンの人だったら、まだしもですね、例えば PSO とかスイッチの人だと、ちょっとね、入力回数が増えるので、ちょっと煩わしいっていうかな、手間が増えるんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっとどう、皆さんはどういうふうに思われるのかなというところがね、ちょっと気になるんですけども、でフィル以外にもですね、セットブロックコマンドにも影響が出てるんですよ。で、セットブロックに関してもですね、以前は単純にね、このさっきの空色のステンドグラスを出したいときは、セットブロック、座標を、その後にステンドグラス、数字と。3はね、この、さっきも言ったように、この空色のステンドグラスなんですけど、アップデート後はさっきと一緒で、ステンドグラスの後に、色はライトブルーだよってことを、しっかりとね、入力してあげないと、出ないわけなんですよ。これコマンドブロック使ってますけど、他にもですね、場面場面によってあるかと思うんですけど、セットブロックで、例えばね、昔は、ストーンの後に、なんか1とか入れたら石が出てきたり、3とかだったら花崗岩だっけな?いうようにできたんだけど、今はストーンの後に、これもね、このダブルコーテーションちょんちょん入れて、ストーンタイプだっけな?入れて、ダブルコーン入れて、ちょんちょんって入れて、その中に、リオライトだっけね?これ戦力岩かな?こうしてあげないと戦力岩が出ないんですよ。これがね、ちょっと、大変かなと。覚え直さなきゃいけないというね。覚える項目が増えちゃったなーっていう感じですね。これはね、もう慣れていけばね、そのうち
覚えると思うんですけどね、最初はちょっと、混乱するかなっていう感じはします。ブロックによってはね、まあ、セットブロックで置くブロックによっては複数のブロックの種類っていうのかな、そのどんなものを置くかっていうのを複数指定してあげるパターンもあってですね、これコールドロンっていうのは大釜ですね。で、大釜の後に、このコールドロンリキッド、これ液体、リキッドっていうのは液体って意味なんだけど、コールドロンの液体を何にするかっていうね、このラバーは溶岩ですね。で、その大釜に入れる液体の量、これはフィルレベルで設定するんですけど、フィルレベルは3だよ。3ぐらいにする。マックスは6かな。なので、例えば6とかすると、満タンの溶岩が入った大釜が出てきたりとか。あるいは、じゃあ溶岩じゃなくて、ここね、ウォーターとかね、してあげると、水が満タンに入った大釜が、このようにセットされるとか、いう感じになるんですね。今まではこれ確か数字だけでよかったんだよね、コールドローンの後。設置できない。まあ普通にね、何も入ってない大釜を置くだけだったらこれでいいんだけど、溶岩や水が入っている大釜を置きたいと言った場合には、こちらのコマンドに入っているような感じの、文字をね、入力してあげないとならなくなったという感じになります。今見ていただいたように、まあ、今回の変更はね、設置するブロックの状態をそのブラケット内でね、規定するようになったというのが大きな変更点なんですけども、ブロックによってはね、ご覧いただいたように、色や種類を指定しないとうまくコマンドが機能しないというようなケースがあります。なんで、まあ、フィルコマンドや、セットブロックコマンド、あるいはクローンコマンドで、何らかのブロックを設置しようとして、エラーが出る場合は、Wiki とかで、どんなパラメータが必要なのかというところを調べる必要がね、出てきてます。一応ね、概要欄の方にそのページへのリンクを貼っておきますので、興味がある方はね、概要欄のリンクをチェックしてみてください。ということで、今回はアプデ後のフィルコマンドや、セットブロックコマンドの修正方法について解説を交えてお伝えさせていただきました。もしね、質問などがありましたらね、コメント欄で教えていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!